これは複合トリックになるんですけども、まず180してマニュアルしてスイッチ180、まあ、180をして前足を軸に雪面を踏む。でマニュアルしてる間に上半身をひねってってスイッチのバックサイド180っていうやり方なんですけど、最初はマニュアルしなくていいんで、まあ180して上半身をゆっくり回してってスイッチバックサイド180の練習をしていく。で慣れてきたら徐々にマニュアルをさせていけばいいかな。うん、簡単に練習できると思います。まあイメージとしては360回るような感じなんですけど、360度をゆっくりと1回雪面ついてからやるイメージで練習してみてください。